岸田総理大臣は来週13日に内閣改造を行う意向を固め与党幹部に伝えました G20 首脳会議に出席するためインドを訪問している岸田総理はトルコのエルドアン大統領との会談で東京電力福島第一原発の処理水の海への放出について説明しエルドアン大統領は日本の誠実な取り組みを承知していると述べました。 岸田総理は来週11日に帰国する予定ですが複数の政府・与党関係者によりますと内閣改造を13日水曜日に行う意向を固め昨日自民・公明両党の幹部に対し電話で伝えました一方自民党が検討していた国民民主党との連立政権は見送ることになりました連立に向けた協議の進展次第では 内閣改造を今月下旬に遅らせる予定でしたが自民党関係者は選挙区調整のめどが立たず早期の連立が難しくなったため13日になったとしています。